こんにちは。ファントムシグナルセクターサークの 5.2 面からやっていきたいと思います。前回、5.1 のところで、ファントムシグナルのソースって書いてあるところを、資源と読み違えてたんですけど、つまりファントムシグナルの発信源がこっちの 5.1 とか 5.2 の方にもあるっていうことだったんですよね。それで5.2 の方に来てみたら、その発信源の正確な場所は分かったんだけれども、来てみたら逆に、そこには何もなくて攻撃を受けているっていうことです。だからこっちの方は完全に罠だったっていうことですね。それでは早速やっていきたいと思います。ウェーブアライブ3分、これは攻撃が来るやつですね。デストロイエニミーウェーブスだから、このアステロイド使って準備すりゃいいんだ。資源が400あるんで、最初にジェネレーターを作ろうかな。最初にジェネレーター2つあれば建造が早くなりますよね。それでここのマイナーを取って、3分もあるから十分、前回の動画とか見てて思ったんですけど、やっぱりね、あんまり早くこうバーッと伸ばしても守りきるので忙しくなっちゃうんで、ちょっと守りを十分固めてからちょっとずつ広げてくって方がいいのかなと思うんですよね。ここはアップグレードするでしょう。ここは取っていいと思うんだよな。3つ取れるところで。で、まずこの辺のちょっと守りを固めようかな。ここと、この最初のアステロイド、結構資源はあるな。だからまずこの辺の守りを十分固めてから、ちょっとこっちの上の方に触手を伸ばしていこうかな。よしよし。でこれはちょっとアップグレードしておかないといまいち弱いんだよな。でこっち側も守るでしょ。あ、こっち側か。こっち側も守って、あとミサイルタワーもできたら建てたいですね。でこっち側も守るでしょう。でここはちょっとアップグレードしとかないとな。あと52秒か。結構忙しいな。アップグレードして、もう一箇所、ここの左上のアステロイドは、大きいアステロイドは500、資源が500ですね。よし、ここまで取っとくか。マイナーじゃなくてリレイを、ここちょっと狭いわ。いやでもこんなとこまで行って守りきれるかな。ちょっと守りきれる自信がないな。ちょっとここもうちょっとアップグレードしとこう。不安だから。よし、ここもアップグレードして、左も、下と左右から来るんで、とりあえず3つアップグレードしとくか。それで次の予定としては、こっちの方に触手を伸ばしていくかな。それで早めにミサイルタワーを建てたいですね。ミサイルタワーというかミサイルタレットか。さあ来るなら来い。
アリレイを、アリレイじゃなくて、あーしまった、これじゃなくて、マイナーを、あ、ここ建てられるか、ここ取れるな。マイナーを建てて、レーザーも、ここも守るべく建てるか。どうだ、大丈夫か。これ、あ、2つレベルアップしてると一発で倒せるね。あー、そっかそっか。でもこれアップグレードするときにヒットポイントが回復するから、まあでもアップグレードしておかないと攻撃を受けるし、一発で、うわ、こっちからいっぱい来たな。これちょっと直しとこう。攻撃もう一回受けたら直しとくか。あれ勝っちゃうかな。あ、大丈夫じゃん。よしよしよし。ここも、あ、これアップグレードできないや。え、なんで？え、なんでアップグレードできないんだ？エネルギーが足りないのかな？ちょっとエネルギーをもう作っとこう。それで、次が2分45秒後か。うわ、エネルギー遅っ。さすがにこんなに。あ、ここの、ここもリサイクルしよう。ここもう取れてないからね。で、あ、ここももう取れてないじゃん、ほとんど。あと94か。よしよし、今よし、ミサイル作るぞ。あ、待てよ、ミサイルを、こう全体をカバーするように立てたいから、あー、こんな、この辺かな。それでマイナーを、マイナーをこの辺に、この辺に立てて、リレーポイントを立てて、ここのもなくなったからリサイクルして、 あと1分か、結構早いな。アップグレードして、ここはまだ結構あるな。ここはちょっとアップグレードしとくか。3つ取れるからな。で、こっち側だな。こっち側の防御が足りない。右側の防御がちょっと足りないから、ここにレーザーを置いて、よし、まあこのリソースの回収が 100% になればこの辺もうどんどん壊していくんだけどな。 あと38秒か。ミサイルもう一個アップグレードしたいな。いや、でもちょっとこっち側、左側からも来るから、左側がちょっと心配だから、あ、これあれなんだ。リレーポイントじゃないんだ。ここで建てられるか？ダメか。よし、ここで建てよう。あ、これちょっとアップグレードしとこう。それでこっちの、ここのやつもアップグレードしとこう。で、リレーポイントだけちょっと作っとくか。さあ、来たぞ。あ、ミサイルタワーアップグレードしたかったな、来る前に。ミサイルタレットか。左側からは来ないのか、右側からだけでよかったかな、パワーアップすんの。まだここ動いてるな。うわ、右からいっぱい来た。ちょっとリペアしないとまずいかな。
一発で倒す。よしよしよし。ホーミングミサイル。いけるか。よしよし。左からいっぱい来た。うわ、なんだこれ、この前の2つが圧倒的にやられてるじゃん。よし、いいタイミングで回復できたぞ。よし、これちょっとアップグレードしよう。あれ、なんでアップグレードできないんだ。なんでアップグレードできないんだ。これはどういうことなの。これはもうこれ以上アップグレードできないってことなの。2つ2回アップグレードしたら、うわ、死んでまう。よし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 、助かった。でもこれもうアップグレードできないのか。2回アップグレードしたら終わりってことかな。そうしたら、リレーポイントを作って、そんでレーザーを作って、ここはまだ生き残ってるか。で、回復して、それで、あ、ここのマイナーを取るか。いや、ここはこことここで取りたいな。そうすると、リレーポイントを、こう2つつなが、あ、ダメダメダメ。こう2つつながってるといいじゃないですか。3つつながってると、強そう。それで、あとは右の方か。あ、あともう20秒しかないわ。ちょっともう防御、あ、違う違う違う。あれ、あ、ビルディングになってるよ。違う違う違う。あー、もったいないことした。で、これはアップグレードして、うん、また下から来るのか。ここちょっと甚だ不安だな。そっか。まあ同じレーザータワーでもまとめて作っておけばお互いにカバーし合って攻撃のその間隔の間にやられるっていうのを防げますよね。これも動いてないからリサイクルして、これも動いてないからリサイクルして、こうかな。ん？こうか。これはアップグレードしようね。大丈夫か？右から来るのが。よし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 、全然ほとんどダメージ受けなかったなと思ったらまだ終わってないんかい。それで左から来るか、嫌なとこから来るな。左の結構下の方だから、まあこの辺は固めてるから大丈夫だと思うんだけど、あー結構やっぱり食らっちゃうな。リペアするか。これ時間で回復するから、どんどんスキルは使える時に使ってっちゃった方がいいな。それで、あと次ちょっとミサイルをもう一段階上に上げたい。あ、400もかかるんか。そのあれ、まだウェーブ終わってないのか。時間が書かれてないもんな。あー、まだなんか残ってる。
よし、400来い。400来たらこの、よし、アップグレードして、それでリレーポイントを作って、でマイナーも作って、でレーザーを右の方に作って、この後ろの惑星がちょっと紛らわしいな。よし、どうだ、よし、ミサイルが飛んできてる、ミサイルが飛んでって、ドーン、いいね、いいよこのミサイル、いい仕事してるよ。よしよしよし、あーでもやっぱりちょっとダメージ受けちゃうのか、まあしょうがないわ。やっぱりこの真ん中にミサイル作っとくと強いっすね。それで、うん、ミネラルは、あ、これ動いてないや。で、あ、また下からこんなにいっぱい来るんだ。ここちょっと弱いから、もう一個作っとくかな。近くに作って、お互いをカバーすると。うわ、大丈夫か。これちょっとして、あー、もうあれか、エネルギー装置が足りないか。ん、新しい敵が来たぞ。これはなんだ。うーわ、全然減らないよ。ほんまかいな。これレベル2のミサイルだよ。おーい、おーい、ちょっとやめて、遅らせるよ。そりゃん、ん、うーわ、これどんどん減ってくじゃん。ちょっと待ってね、これ減りそうになったら。よし、回復だ。いやでもこれはひどい。これじゃあもう一個ミサイル作んなきゃダメか。もう一個ミサイルを作って、うーわ、これまずいな。この時間を遅らせるやつでだいぶダメージをこう途切れ途切れにすると、ちょっと時間が稼げたかな。うわ、ダメだ、足りない。これはひどい。あ、したらこれ売っちゃえばいいんじゃん。リサイクルでやられる前にさ。あ、しまった。遅かった。これはひどい。こっちから攻撃する前に、こっちのレーザータレットの射程の外からレーザーを撃ってきてます。これはずるい。まあこっちのミサイルもずるいっちゃずるいんだけど。したらもっとミサイル作っとかなきゃダメだったな。あ、倒した。イニイん、わからん。読み方がわからん。次が1分30秒後か。これもうミネラルがないから、ミネラルを掘らないといかんわ。リレーポイントを作って、あー、もうあと1分しかない。リレーポイントを作って、マイナーで、で、ここをアップグレードして、うわー、ここも1個になっちゃったんだよな。上の方から来たらまずいな。上からは来ないことを祈るのみだな。
前から右から左からと。ここのリレーポイントはいらないな。こっちの方の資源ももう取りに行こう。あーでもちょっと戦線を広げすぎて自滅したのが前回だったからな。前回というかいつもか。あーそうだ、ミサイルのそのミサイルの射程を伸ばしとかないといけないってことだよ。あーこれ下から次来るやつドイツだ。うーわ、なんかでっかいの来たー。なんかあれだな、39に出てきそうな宇宙船だな。あーそうそう、ミサイルもう一個アップグレード。これアップグレード2回までがじゃあ最大ってことなのかな今のところ。うーわでっかいの来たがー、でっかいの来ましたが、どうなのこれ。うーわや、案の定案の定ほとんど減ってない。こっちに行ったミサイルはホーミングして戻ってくるのかこれ。うーわちょっと待っていい。あーまたこいつ同じような攻撃してる。ちょっと遅らせて、なんだこりゃ。あしまった遅れた。うわこれ空母みたいな存在か。なるほどな、まずい。エネルギージェネレーターがやられる、エネルギージェネレーターがやられるとまずい。しかしアップグレードしよう。あーアップグレード間に合わない。思いっきりミネラル無駄にした。うーわなんじゃこりゃ。待ってくれー。もうこいつだけ、こいつ倒したら終わりかな。あーこの敵のレーザーはあれですね、あの続けて当たらなければそんなにダメージ食らわないんだね。だからあの時間を遅らせるやつがすごい今有効でしたね。うわなんとか勝てました。すごい、全くまた今回も初回で勝ってしまった。いやー結構これ次にどんな敵が来るのかわかんないから備えようがないですね戦ってみ見てからしか。最後のやつもああいうあの空母タイプの敵で呼気を分離すいっぱい分離するって分かってればもっとあの辺にレーザーあらかじめ立てて対処のしようがあったんですけど、あんな近寄ってきてすぐ出されたんじゃどうしようもないですよねそれではこの辺で終わりますね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。